って自分には関係ない、そう長澤さんは思っていました。よくわかんないし不安だし、はい BYD。 でもそんな思いを変えてくれたのです。 BYD との出会いが。やりますな BYD。 ハロースマートな毎日、ハロー出かけたくなる走行性能、つまりそろそろ EV ありかもな EV なんです。ありかも BYD。 BYD